チャットの戦闘ログ確認お願いします。さあ、カウントダウンが終了したようですね。さあ、1戦目スタート。おっと、これはいきなり輸送船ゲーだ。そして文明はご覧の通りです。日本チーム側はバイキン・フンマやモンゴル、相手もバイキン・フンマやモンゴル、同じ文明ですね。さあ、選ばれたのは NC ディセントリング、このマップが展開される予定になりました。さあ、この輸送船を絡めたマップ、久しく大会実況では話をしていなかったですが、このマップ、ちょっとラグいいのも合わせてゆっくりと解説させていただきましょう。この小島にまず存在するのが羊6、鹿4、そして石と金が少々。で、基本的に輸送船はあるものの、一番最初に輸送船スタートするっていう人、輸送船をして外側に逃げるという人はそうそういないです。基本的には、全員伐採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 、小島からのスタートというところですね。これはなぜかというと、やはり町の中心の建造が早ければ早いほどね、結局のところ進化が早くなる。進化が早くなれば、この海を舞台にしたガレー戦のゲームに勝ちやすくなる、そういう理由があって、大体の人は小島スタートという感じになっていっております。さあ、完全にラグいぞ。全く動いてないが大丈夫か。さあ、これはもう本当にゲームするってレベルじゃないが、さあ、果たしてどうなる。このままゲームを続けていくことになれば、一体どういう風な感じになるでしょうかというところで実況させていただきます。配置に関してはどういう感じで見ていけばいいかというところですが、鹿が大注目要素ですね。鹿が、町の中心を立てる予定の位置に、かなり近ければね、かなり近ければ進化しやすいという感じでございます。極端に速い進化を求めようとすると、結局のところ羊よりも鹿、あるいは小魚採取するのが理想ですからね。さあ、こういったところに関して言うと、このピエタンさんの初期配置の鹿はかなりちょっとやられちゃってる感じはしますね。ここに立てざるを得ないかなというところですね。ギリギリ立つか、これ4マス4マスの16マス分、ギリギリだと思います。例えばこれ、トコトコさんなんですけど、トコトコさんのこの配置だと、ここに立てられれば、かなりスマートだというところですね。ライムさんなんかはこれいい地形ですね。僕の中では TC は森に横付けよりも鹿、あるいは小魚に横付けの方が後々うまくいくと思っております。そういった感じで、進めていければというところですね。あと、各人、外回りで進めてるんですけど、これ外にですね、こういうちょっとした羊があるんですね。羊があるんで、これを輸送船の視界を取って、羊転向して、外側のこう視界を開拓いいしよ。ていくというところですね。はい。といったところで、ここで、おっと、どうやら、お兄さんが、ちょっとルール違反を犯したようですね。これ、実は、ルール違反です。お兄さんが、敵陣のこのイエローですね、イエローの羊を、これ、輸送船でパクったまんま、このまんま敵に取られないように輸送船待機させてるっていうところなんですけど、これ実はルールに明記されていて、これをやっちゃいけないというルールがあります。付け加えて言うならば、輸送船を使って、例えば相手の小島に上陸して鹿を切って、また輸送船で逃げるといったプレーも禁止されています。要は、まっとうな進化をしろということですね。ちょっとこの辺で、ちょっとお兄さんが動揺しなきゃいいですけど、今回相手が許してくれたんで、なんとかなったでしょう。ちゃんと羊返してますし、輸送船も、ちょっと取っていますね。はい。さあ、一応文明全然確認したかったので確認していきましょう。ピエタンさんがバイキング前衛ですね。で、後ろでトコトコさんがフン、ライムさんがモンゴル、そしておにぎさんがマヤ、これがいつもの夫人。そう、そして対面の方がイエローがフン。で、クールがマヤ、バイキングでフィッシュ、そしてモンゴル ACCM。 このような夫人で
戦われる予定となっております。さあ、まあちょっとこの戦いについては序盤は特別小競り合いらしい小競り合いっていうのはほぼ起きないんでね、まあさっきみたいなルールの関係もあるんで、正直言ってどれだけ内政の完成度が高くなるかというところが、まあ、このゲームの序盤の大事なところだというところです。基本的にはこれ LN ですね。伐採場を建てて木を集めて、町の中心を建てるための木275を回収してからというところですね。敵全員の鹿の位置、ちょっと見てなかった。かなりいいですね。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 さあ、踏んだけどうしてもこれは遅いのは致し方ない。致し方ない。さあ、この辺はどうしていくかというところ。さあ、やや気になる。さあ、トコトコさん、いい位置に町の中心立ててますね。バッチリですね。あ、ピエタンさん、ここ立ったんですね。これは逆にスーパーいいところ立ちましたね。さあ、日本チームの方も、完全にバッチリポインティングなところに立ってますね。さあ、イエローももちろんバッチリポインティング。さあ、全員がバッチリポインティングだというところ、これは注目して見ていかなければならないでしょう。はい。さあ、気になる展開になってくるかな。さあ、どん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 ラグいような感じですね。ラグいまんまの展開で、どうやらゲームが進んでいくようですね。まあ、とにかくこのゲーム、進化できなかったら、海でやられて負ける感じなんでね。なので、みんな、町の中心は鹿に寄せてるという感じですね。イノシシがあるから、まあ、基本的にいつもやっている陸ゲーでは進化ができるんですよと、ここで申し送りしておきたいですね。まあ、イノシシパクられたら進化しづらいっていう人、おそらく経験している人いるでしょうけど、いや、本当にイノシシは重要な肉資源ですからね。2匹合わせておおよそ600以上の肉を回収できる、まあ、もう本当にとんでもない量の肉がもらえますから。それがないというだけでかなり計算は狂いますね。おまけに、まあ、触れてなかったですけど、畑春市、これないですよね。畑春市、ほとんどないんで、畑にも耐えらず、そしてイチゴもない。そんな状況で進化しなければいけないという感じで、まあ、このゲームに関して言えば、本当にこれ専用の進化方法っていうのを覚えておかなきゃいけないんですよ。はい。まあ、彼らはおそらく、この大会始まる前ぐらいからかなり、これに関して進化練習は積んでいたはずなんでね、もう問題ないかなというふうには思います。まあ、その証拠に全員町の中心がちゃんと小島スタートですし、鹿をめがけた感じの中心建造も行ってますからね、問題ないというふうに思います。なぜこのような上から目線的話にしてるかというと、まあ、僕もこのマップだけは相当練習して、どれぐらいの進化時間が理想かっていうのはなんとなく計算して測ったつもりなんでね、一応伝えておくと、おおよそだいたい15分前後ですね。左上の時計表示でいうところの15分、おおよそ15分ぐらいが目安というところですね。まあ、分はどうしてもそれには到底及ばないので、分だけはまあ16分超えるというところですけど、まあ、くっそ急いで14分台は狙える。ただし14分台狙うんであれば、もう絶対ガレー戦勝負だというところは、免れない。そんな感じですね。というわけで、押し時間でなくて領主イン時間ですね。まあ、押し時間で逆算すると、だいたい13分頃には押したいということですね。はい、そんな感じの流れです。さあ、ゲームは相当カクカクのまんまで動いてるが、どうだ、プレイヤー側の集中力が、まあ、問題だ。幸いにも、まあ、このマップ穏やかな進行のマップなんでね、これぐらいラグくても、まあ、逆に内政の精度を良くしようというところの考えが働いて、きっちり進化できるかな。おっと、しかしこれピエタンさんが家ミスしてしまっていた。今のは家ミスでしたね、完全に。旗折りしてしまった。他のメンバーは、まあ、やっぱり旗折りはしていないというところで、ちょっとこれはやや不安要素というところですかね。
まあこれ相手のマヤも旗織りをいきなり入れてるということは家ミスしたということですね。その辺お兄さんは、序盤町の中心が立つ前から家を建てていたんで、この辺はきっちりと、家ミスは避けていたというところですね。非常に素晴らしい進化だというところですね。さあゲームは相当ちょっとラグいという流れですが、一緒にこのゲームの展開を追っていきましょう。さあこの時間になると大体海ゲーのセオリー通りではありますが、伐採を5人から6人にして、このように港を建てて、まあもうできる限りもうギリギリの資源を使って漁船を生産するというところがまあ大事というところですね。おおむね大体3隻から4隻ぐらい作るあたりで、漁師押しができるんじゃないかというようなペースですね。で今回まあバイキングがいるんで、港のコストがおよそ110ぐらいのコストで立つというところ、そして伐採5人がいれば、まあ、漁船はギリギリ回る計算なんで、このままやっていけば、おそらくこのピエタンさんなら進化に関しては問題ないでしょう。おそらくかなりいい感じの進化見せてくれるはず。バイキングはこの、4つの文明の中ではおそらく3番目の進化時間を刻むような感じですが、それでもバイキングでもおそらく16分切るか切らないかぐらいというところの進化時間狙えるはずなんで、ぜひそこに挑戦していただきたいピエタンさんですね。はい。さあさすがのコージャさんでもこれは喋ることがだんだん少なくなってくるぐらいにゲーム展開が遅くなってくる。さあ現在の状況というところパッと見ておりますが、まあ別段変わりなく皆さん綺麗な内政を刻んでいる。こういったところのなんか鹿がちょっと遠くなってて、やったこれならクールの進化が遅くなるとか、そういうお話しかできないのがちょっと悔しいですが、羊開拓見てみますか。現状こんな感じです。やはりこの時間でね、どれだけ開拓していくかというところが大事ですし、あとこのピエタさんの羊置いている位置は、まあ、おそらくですが操作が間に合っているんであれば、おおよその木こりポイントを、まあ、狙っているような感じですね。このマップの、流れに関しては、戦術はいくらかあるんですけど、日本チームが今まで結構取り組んできたのは、まあ、両手序盤から相手側のこっちに移動するタイミングを狙って、まあ、弓なり騎士なり流して一気にぶち込むという作戦ですね。結構取り組んでた時期が長かったんですけど、まあ、それをするかもう全員ガチでガレー戦やって海を支配していくかのどっちかですね。さあそれをどういうふうにやっていくかというところですね。さあ一番おそらく進化早そうなのはお兄さんですね。さあお兄さん14分台どころか、これは13分台刻んできそうだぞ。これは仕上がり半端なく綺麗だ、美しい。さあ相手側の方で、漁師押ししているメンバーまだいないのに、お兄さん、さあ最高級の進化の出来具合見せつけてくる。さあ彼のガレー戦の仕上がり具合にこれは期待しましょう。さあここに来て最高級の仕上がりを見せつけてきました、お兄さん。さあ序盤の羊妨害もどこ吹く風か。さあ13分45秒、とんでもなく早い。これはとんでもなく早い。美しい進化刻みました。さあ家ミスだけがちょっと気になるが、まあ、どのみちちょっとガレーが、回せるような資源ではなかったんで、まあこれはやむなしか。さあ序盤のお兄さんのガレー戦が、まあ、どこまで刺さるかというところですね。さあまずはこれ、輸送船は泳がせていたと思うんですが、まあ、おおよそのガレー戦流す位置どうやら決めているようですね。旗印のはここに立っていました。さあこれで勝負一気に決められるか。さあ続いておそらく進化しそうなのはライムさんかな。ライムさんあたりも、モンゴルの肉回収ボーナス鹿に働いているはずなんで、進化は早くなるというところか。おそらくライムさんもこのペースなら16分切るぐらいでしょうか。さあそしてピエタンさんもこれは相当早い、16分切ってくる。綺麗です、かなり綺麗です。さあ相手側のところ見てみましょうか。フィッシュバイキングですが、そうでもない普通の進化だというところ、クールが
マヤでしたね。まあおそらく一番進化は安定していたはずですが、それでもお兄さんよりも2分近く遅いと考えると、お兄さんの進化がどれだけ綺麗だったかというところを、物語ってますね。素晴らしい。さあ、ここご覧ください。さあ、お兄さんのガレー船が到着する頃にまだイエローは進化できていないというところですね。さあ、ガレー船が完全に刺さる展開になってくるね、これは。素晴らしい。さあ、序盤は、相手チームにとって肉供給源というのは、なんと漁船しかありませんからね。漁船がもしなくなると、どこが肉供給源になるかっていうと、外側行ってもらって、この外側のところ、結構、まあ、羊とかイチゴとかはあるんですけど、それを作るのにもどうしても粉引き必要ですね。外側の羊なんてこれ食おうと思っても粉引きがないと絶対に肉回収できないんで、これ序盤で漁船を狩るというこの行為、これは相当強い。これは相当ハマった。美しい。さあ、お兄さんの進化の出来具合、そこだけにもうスポットを当てていますけど、美しい進化でした。さあ、素晴らしい。さあ、そして、各々このタイミングで輸送船ガンガン仕掛けていって、で外側に伐採場を逃がしていくというような展開が、進んでおりますね。さあ、お兄さんのガレー船が容赦なく襲いかかっていく。さあ、日本チーム安定して守ることができるかというところ。さあ、ここもちょっと争いが始まってきましたね。さあ、ピエタンさんのところですね。さあ、ピエタンさんのところ、ガレー船をさあ修繕していく。細かいプレイング、貴重な貴重なガレー船ですからね。ピエタンさんの場合、かなり進化早めに来たんで、おそらく木に余裕はまだないはず。バイキングといえども4回しするにはまだまだ時間がかかる。なので、まあ、貴重な貴重なガレー船ですからね。さあ、これはどうやっていくかというところだが、さあ、この当て具合、さあ、トコトコさんのガレー船もやってきているぞ。さあ、これが、オルト G の色分けの流れだが、青と黄色が日本チーム。さあ、ここは完全に連携プレーで食っていく。さあ、ガレー船の修繕が効いていたか、これは素晴らしい。さあ、海ゲーをほとんど制していってるか。さあ、相手のイエローサイドですが、これは金もそうそう掘れる位置ないですよね。これは外側で内政を続けていくしかないか。さあ、粉引きを何度か立てているが、おっと、イエローはおそらくこれ、陸は完全に諦めて、領主からそのまますっ飛ばして城主行こうかという流れか。さあ、イエローの現在、こんな感じですね、肉表示。さあ、ちょっと焦るところありましたが、おっと、これは弓小屋だ。弓小屋で、これは陸を荒らしていくという流れだが、この辺、しかし、お兄さん、カバーしている。冷静です。完全にお兄さん、このマップで冷静にことを進めている。これだけのガレー船の、まあ、漁船、少しでも多く荒らしたいという意識が働く中、ここ、陸地のところもきっちりと家壁、鉄工所壁。まあ、もっともちょっと射程系ユニットや塔が来たら少し刺さるというところはあるんですけど、これで完全ガードだ。美しい。ここまで完璧な仕上がりを見せていくお兄さん、俺はもう期待せずにはいられない。さあ、日本チームが現在50点差のリードというところですかね。さあ、オルト G していくと、ここガレー船の数に関しては、トコトコさんとピエタさんで2人でバイキング、ガレー船が生きていけばここはなんとかなるでしょうか。さあ、こっち側、ピエタンさんの方も石壁を張っていって、陸戦のケアは抜かりなく行っている。さあ、これはかなり安定した海戦の圧勝が見えてきそうか。さあ、進行だけはちょっと遅いのと、まあ、あとやっぱりこの空路の点数がやや高めなのもちょっと気になりますかね。結局のところ、漁船をちょっと食えていなかったかな。まあ、とりあえず、フンの漁船は食っていたというところは大きいと思うんでね、まあ、その辺で差が出ていってくれればなというところですね。さあ、現状、V で確認したい、この農民と漁船の数の合計ですが、まあ、おおむね、まあ、荒らし合いというところも加味すれば、まあ、お互いイーブンかなと。まあ、イーブンですが、1人へっこんでるのがこのイエローのところですね。ここはひとえにお兄さんの序盤の漁船、ガレー船嵐の成果というところですね。さあ、畑をここに張らざるを得ないぐらいにイエローが余裕がない。おっと、ここでライムさんが城主インだ。ここで城主イン、非常に早い。
というより、ライムさんはガレー戦していなかったんだね。さあ、ガレー戦せずにというところだったようですね、ライムさん。ここは作戦か。さあ、相手の方で言うと、領主院を目指したメンバーは、相手側にはどうやらいないですね。これはつまり、詰まるところ、陸を完全に封殺できれば、これほぼ勝機は近いですね。はい、このままいけばライムさんのむくりがおそらく全メンバーの中で一番良くなるはずなんで、さあもうほとんど VNS 側は海での逆転は難しいと判断したから陸戦でプッシュを仕掛けていく、そういうプランになってきそうですね。さあここ ACCM がやりたかった石壁のラインでしょうけど、さあここをやろうとしているのはこの農民ですね。さあそれを読み切っている当然のピエタンさんの石壁ケアもバッチリだ。さああとはまあちょっと不安要素があるとしたら、まあ海のこの周囲のところですね、まあ輸送船で抜かれていって小屋を建てられるというようなことがあれば、まあちょっとわからないんですが、まあそれも時間が経てば経つほどに、例えば聖職者によるカバーとかも効いてくるんでね、というと、おっとここで抜かれていく。おっと一マス間に合わなかった、一マス間に合わなかった。おっとピエタさんこれ気づいたか、これ気づいてる、気づいてる。さあどうだ、気づいてるか。ん？どうだピエタンさん、フレアがたかれていなかったように見えたが、おっとおそらくこれは気づいた、気づいた。ライムさんが今フレア焚いた、気づきましたね。これはまあラグのおかげというところもあるかもしれません。さあミニマップまできちんと気配りをしていたライムさんがジャングルの農民を発見してくれたようですね。さあそうこう言ってるうちにお兄にさんの予選が襲いかかる。さあただ点差に関してはクールの方が点数が高いようですが、クールがどうやら、ガチ回しのガレー戦展開しているようですね。さあそしてお兄にさんの方はというと、このタイミングでなんと旗折りだ。ここまで引っ張っていった旗折り、ちょっと不安要素があるとしたら、やはりちょっとここですね。あー結構来ちゃってた、警戒しなければいけない。さあイエローが、お兄さんのこの壁ラッシュに対して輸送船で細かく細かくやっていく、これはちょっといやらしい。さあイエロー早いぞ展開が。お兄さんもとっさのところでカバーはしていたものの、これはちょっと厄介だ。さあお兄さん石をまだ掘っていなかったか、一応手掘りはしているんですね。手掘りはしていて、自陣の防衛はもうこれ塔でやるしかないですからね。さあどこまでここを防ぎきれるかというところ。さあ輸送船がこれからバン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 流れてくるんで、ここはちょっとケアしておきたい。さあどうする、振り回されるところもあるかもしれないが、いかがなものかというところですね。さあそしてこっちの方の ACCM のところを誰かケアしていけるメンバーはいるでしょうか。現状のところで見るとまだトコトコさんが、上州を押せていなさそうな展開。そしてピエタンさんがこれは自分で守るような展開ですかね。さあ自分でこれ弓小屋を立てていって、ACCM おっと上州押ししていましたね。でピエタンさんがまだちょっと上昇しできてないというところを考えると、やや怪しい感じになってくるか。 ACCM がかなり捨て身のこれ特攻で、これ馬小屋ですね、騎士ですね。もしかしたら ACCM に貢ぎが行ってという展開は泣きにしもあらずの展開ですね。一応チーム点差に関しては現在300点差日本チームが、優勢というところのこの流れですが、展開的にはまだまだわからない。油断していると内政を裏からぐちゃぐちゃにやられかねない、そんなところの展開ですね。さあ地味に効いてくるのが今お兄にさんが沈めた輸送船ですね。輸送船を沈めることによって、まあ、キー125のコストがかかる輸送船、生産コストも生産速度もまああんまり軽くはないというユニット、あれを削るだけで意外とこの初期の町の中心実質死なせるようなもんですからね。
中心、ここの部分に関しては、もう町の生産止めざるを得ないっていうような感じになりますからね。さあ、ピエタンさんの弓が着弾していった。さあ、矢羽突きで農民が殺せるかどうか。農民を殺すところが多分大事になってくるが、さあ、石膏を貯めていた。さあ、ただこれ、鎧が入っていないぞ。さあ、ここのところどうする？ピエタンさん。さあ、細かい操作が要求されるところだが、さあ、踏んつきの石膏なんで生産速度が速い。後続がやってくるようなことあれば、ちょっとピンチだが、さあ、逃がさずに捕らえきることができるか。これがとにかく大事だが、これはちょっとどうなるか。槍も欲しくなってくる展開。さあ、ACCM 城主に上がって、騎士の生産が始まっていく。農民は1人だけ残っている。さあ、馬小屋が2つ立ってしまった。さあ、 ACCM、 ただし肉は、相当厳しい状況ですね。このまま貢がれなければさほど怖くはないと思いたいですが、徐々に徐々に小屋が増えていって、まあ、例えば投石中心でね、プレッシャーをかけられたりすると、まだ城主に上がれていないピエタさんに関してはかなりプレッシャーとしてはきついのかなというところはありますね。まあ、しっかりと槍を蓄えて、まあ、ある程度城主戦で抵抗していければというところでしょうか。さあ、ここトコトコさんのところ、クールとのガレー戦勝負しているところですが、おっと2対1になっている。ガレー戦に関してはちょっとここで連携が少し合わなくなってきたか。トコトコさんのガレーとおにいさんのガレーがそれぞれちょっと別行動をとっているところがやや気になるが、さあ、ピエタンさんも現状はガレーが生きているというところだが、もうこれは陸戦に徹するしかないというようなところでしょうか。ピエタンさんにとってはかなり操作は忙しい。海をやりながら陸もやっていくという展開になっていきそうですかね。さあ、一方、その頃ライムさん、さあ、馬小屋を建ててはいるものの、まあ、援護はおそらくラクダがちょいちょいと言ったところか、おそらく帝王急いで大爆発というような流れでやってくるでしょう。この時点で荷車ですからね。この時点で荷車ということは、もう結構内政ぬくり目の展開になってきそうか。騎士は一応出している。さあ、イエローの弓対策で、まあ、防衛ができればというところでしょうかね。さあ、現状チーム点差300点差のリード。やはりちょっとこの辺が厳しくなってくるか。 ACCM のこの騎士のところですが、さあ、ラッシュが続くようだとちょっと厳しくなってくる。さあ、ピエタさんの槍3ですが、それでもきっちり守りきるか。さあ、イエローが貢いでいる。イエローが今 ACCM に貢ぎ入れてましたね。さあ、ピエタさん、このまま、城主に上がってはいるが、槍がちょっと足りないか。おっと、投石が直撃した。さあ、これはちょっとまずい展開だ。さあ、 ACCM が細かく操作して投石で槍を撃退してプッシュしていく、この展開。ピエタンさんの陣地危うしだ。これはちょっと痛いダメージを被ってしまったようだ。さあ、そして穴が開いているところ、まだ気づいていなかったが、さあ、閉じるか閉じないかというところも、これはちょっと重要になってくるぞ。さあ、農民がこれは6キル、7キルぐらいされてしまった。本当に1マスだけこれ間に合っていればというところだったんでね、これは厳しい、これは厳しい、痛いミスをやってしまったと言わざるを得ないが、さあ、ピエタンさんが、おっと、前方に逃げていった、前方に逃げていったが、そっちは逃げるところがないぞ。さあ、ちょっといきなりピエタンさんがへこみ始めてきたが、これをどううまくカバーできるか、日本チーム。さあ、軍船の数についてチェックすると、まだまだやはりこれクールですね。黄色の大型ガレー船マヤですが、相当数キープしているんで、まだまだこれは手を抜けないというところ。鬼にさんとクールの戦いだけ見ると、クールの方がかなりガレー船が多くなっている、そして点数も高くなっているというような感じか。ライムさんがどれだけ抜くって帝王を一気に爆発できるかというところが勝負になってきそうだが、おっと、これは、ACCM の貢ぎ騎士とラムで、ピエタンさんの内政が、これはちょっとほぼ吹き飛んでしまうか。さあ、こっちの
一番上端のところ、バレないようにバレないようにというところになってくるでしょうか。さあ、ギリギリのところで、トコトコさんが自前で石壁をして、なんとか防ぎきった。さあ、かなりちょっと余裕のない展開になってきている。さあ、チーム点差が現在300点以上あった点差が50点まで縮んできた。さあ、ここからの展開、どうなってくるでしょうか。さあ、人口表示で確認していくと、お兄さんが今クールに農民差でいうと9人勝っている様子なんで、このまま帝王院で勝てば、まあ、イエローのところから倒していくっていうことはそんなに難しくないはず。あと気になるのは、そうですね、やはりこのピエタさんの沈み具合をどれだけ日本チーム全体でカバーできるかというところだが、ライムさんの農民数がすでに106、1人だけ農民がぶっ飛んでいる。さあ、ライムさんがすでに帝王推しだ。さあ、ライムさんの帝王スタートは果たしてどういう感じになってくるでしょうか。このままきっちりと大爆発ができれば当然勝利は近いと見えていいんでしょうけど、ただやっぱり石壁があるのが厄介なのと、海ゲーにおいて、そうですね、これはちょっと海が劣勢になってしまっているか。今、トコトコさんのガレーが15、お兄さんが10、それに対して、フィッシュ、バイキング戦のガレーが25、そしてクール19なんで、ああ、現状ちょっと差は、ガレー戦20隻以上の差があるんで、まあ、海を渡って、奇襲を仕掛けるという流れができない以上、正攻法でライムさんは突っついていくしかないんですね。で、この時点でライムさんがまだ農民を前線に派遣していない、いないということを考えると、これはどうだろうか。少しでも早く前にプッシュしていかないと、意外とこれは厳しいのかもしれないと、そういう見方を僕はします。やや不安ですね。やや不安。そう、ACCM がかなりこの、9時方向の部分をほぼ制圧しているというところが気になるんでね。さあ、初弾をどこから持っていくかというところが、おっと、ライムさんが輸送船で騎士を持っていって、さあ、上陸させていくか。あっと、裏のところはバレてしまった。さあ、ピエタンさんの農民はおそらく小島にあるこの部分だけしか多分生き残っていないんじゃないんだろうか。ガレー船がここでちょっといるっていうだけなんでね。さあ、ちょっと難しいか、この流れ。さあ、ライムさんが投石を持っていって、援護、なんとか出してはいるものの、これはちょっと時すでに遅しか。さあ、ピエターさんの中央の小島にしか農民がいないという状況なんで、まあもう実質これは3対4の状況で、ライムさんがどれだけ張っていけるかというところになってきたか。さあ、ピエターさんの農民がフィッシュのガレースに囲まれていくようだと、これはちょっとまずいか。さあ、点差は現在100点差でひっくり返されている。さあ、ライムさんがもうすぐ帝王入る流れだが、どこまでケアしていけるかというところですね。さあ、ピエタンさんが、おっと、ちょっと農民がここで殺されていくのはもったいないか。さあ、ラグいから動けないというところでしょうか。全滅もあるぞ。これは大丈夫か。無残にも立ちすくんだまま殺されている。まあ、捨てているというような感じかもしれないですが、どうでしょうか。こっち側の方に農民がいるんで、まあ、こっち側でケアしていこうというところが、おっと、これはただ守りきるのは難しいぞ。ACCM はここ細かく石膏で聖職者を、おっと、ソテが、これはちょっと石膏2体だけで全滅されかねないぞ、これは。これはまずい。これはまずい。ピエタンさんが、ここで農民全滅することになれば、非常にまずい。さあ、ポップがみるみるうちに、へこんでいくが、さあ、それでライムさんは、3対4仕掛けられるか。おっと、素早い。先ほど話していた部分、見事にライムさん、プッシュ、相当早い。やってのけておりますな。素晴らしい。ライムさんのプッシュ。さあ、一人で独断専行、どこまで突き進んでいけるかというところですね。イエローは当然抜けるとして、後ろ側のクールのところに関しては、まあ、おそらくマヤなんで、城を乱立してからのマヤ跳ね弓ラッシュというところが怖いんで、そこをどうやってケアしていけるかというところですね。さあ、中央の小島の内戦については、やはり日
日本チームメンバーもう厳しい体制になってきてしまってるんで、ここら辺はどうにかしてケアしていかなければいけないというところですね。さあ現在チーム点数に関してはライムさんの爆発力もあってかろうじて勝ってはいるが、さあこれは急がなければいけない。さあ白ラッシュからのどん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 突き進んでいけるかというところですね。さあ石壁ラッシュをしているこの農民がうざったい。さあ早めに奥側に入り込んでいってイエローはとりあえず抜くべし、そしてクールを一気に抜き去っていくというところが目下の目標になってきそうですね。さあ ACCM の点数表示、人口表示というところですが、彼ももうすぐやっぱ帝王入ってきそうな、その展開になりそうですかね。さあピエタン農民は現状を町の中心の中で引っ込んでいるこれだけのようですかね。さあ農民がちょっとやっぱ細かく逃げ回っているというような展開か。さあずっと厳しいプレッシャーを ACCM から浴びせられている。これはもしかしたらの全滅あるかもしれないが、おっとここでライムさんが隙をついてこの位置に輸送船、この位置に輸送船。さあこの農民全部生き残れるか。さあこのライムさんのジャングルした農民がどれだけ戦果発揮できるかという。おっとしかしここでイエローが弓小屋建造していた。さあ弓が襲ってきてライムさんの裏農民を駆逐していくような展開か。さあどんどんプッシュしていけるか。さあライムさんのマングが襲いかかる。さあチーム点差が現在40点差というところだが、さあ非常に厳しい状況であることには変わりない。さあ無理やり馬小屋建造していった。さあライムさん、さあここから騎兵の生産かましていけるかというところですね。非常にこれは忙しい展開になってきそうだ。もうとにかく急がなければいけない部分は山ほどあるというような感じですからね。さあマングの射程が惜しむらくは7しかないというところがここで響いてくるか。さあイエローの石壁の建造の仕方がうまい感じですかね。さあおっとここでライムさんの派遣農民は残念ながら全滅してしまいそうか。馬小屋は一応建造してるんで、まあ、初手のカウンターというところに関してはここできっちりと発動してくれるような感じだとは思います。さあそしてここピエタンさんカウンターで石膏嫌がらせラッシュ現在展開ナウですね。さあただこっちイエロー側じゃないや、 ACCM 側の方はというと、まあ、そこまで影響はしないのかな、大丈夫なのか。おっとこれはどうやら転向した石膏ですね。バイキングなのに血統がついてるから何事かと思ったら、さっきのすれ違った時に転向していたようですね。さあこれは地道なプレッシャーになっていきそうな感じがしますが、さあ細かいところでケイタさんが一応生き残っているもののポップが8しかない。さあ輸送船これがうまくはまればなんとか脱出はできそうだ。なんとかいけるか、なんとかいけるでしょうか。さあライムさんのプッシュのところは間に合うか。さあ強化波状寿司から海洋強化波術師、さあ今上がった、今上がった、これでさらに石壁が割りやすくなる。さあこのままプッシュを続けていって突っ込むことができるかというところですね。さあ現状この時点でライムさんの内政表示をずっと見続けてはいましたが、貢がれはほとんどなかったんで、まあ自前で突っ込んでいくというところですね。であればトコトコさんあるいは鬼にさんの帝王院がどれだけ速くなれるかというところも、まあ、期待して見ていきたいというところですが、さあクールが帝王に入ってきた、クールが帝王に入ってきた。 ACCM も、ACCM はまだですね。 ACCM はまだということは、クールに多分全資源貢いで、陸戦カバーというところになってきそうか。さあクールの内戦に関してはエリートイーグルで突き進んでいくというような流れですね。さあこのままいけばどうだ。さあライムさんのマング VS クールのエリートイーグルというような戦いになってきそうだ。さあエルドラドが最初から入ってくるんで、さあエリートイーグルウォーリアーかましてくるような流れでしょうかね。さあどっちの方が早いかというところだが、さあモンゴルの
タクシーラム、これはタクシー状態ですね。これはタクシー状態だ。このタクシー状態のラムの方が早くなりそうか。さあ門をマングで破る勢いです。さあ破っていった。さあここからの先だ。ここから先がどこまで早くいけるかというところ。さあエリートイーグルウォーリアにアップグレードした。ここからの詰めが肝心だ。さあ兵の量産は続いていけるかというところ。ライムさんの内政表示は現状こんな感じだ。さあ肉が少し余っている。ただ馬小屋は現状立てていない。ほぼ前線には持っていけないような状況なんで、まあ、このままマングでがっつりがっつりやっていくしかないというような現状ですね。さあ後続がこのまま続いていけるかというところ。さあどんどんプッシュしていただきたい。ここを削り取ることができればね、フィッシュが現状貢いでいる。そして ACCM はまだまだ帝王に時間がかかる上に、これはおそらくトコトコさんと帝王ではガチンコになるということを加味すれば、まあ、ライムさんがやはりこの黄色クールを抜き去ってくれればほぼ勝利は近いというところだ。おっとここで軍量がやはり多いか。マヤのエリートイーグルウォリアー貢ぎ付きのこの爆発力はやっぱり半端ないか。選手への乱立がきっちりできているクール。さあ8回し9回しというところでライムさんのマンを食っていく。さあこれはちょっとやはり数の利が出てきたか。さあ城を1回立てて前線きっちりここで抑えておきたいというところですね。これ時間をかけてしまうとマヤのイーグルが輸送船で流れ込んでくるパターンがちょっとやっぱり警戒しなければならないですね。海のところをやはり、ベトナム側に取られてしまっているというところは抑えておかなければいけないですからね。輸送船でいくらでもこの辺は荒らされ放題だというところを考えればかなり厳しい展開になってきそうだ。さあライムさんのマングの数整うまでがちょっとまだ時間かかるか。ライムさんの現状マングのスペックに関しては鎧があと1段階入っていないというところですかね。それ以外に関しては問題ない。さあどんどん距離を詰められていく。さあマングといえどもこの辺は厳しい。さあこの辺は厳しい展開になってきそうだが、さあ輸送線をまた細かく繰り返していったライムさんだったが、あーっとここもちょっと防がれてしまったか。輸送線を全て全勝でカバーしてケアしているこの相手側の操作細かいですね。さあこれはちょっとどうだ。時間がかかればかかるほどに厳しい展開だ。さあ遠投の打ち合いになりそうなこの展開だとちょっと時間はかかりそうだ。この流れは時間がかかりそうだ。さあイエローが今上手品というところだが、これは無視すべきところではないですね。イエローのこの死に具合はピエタンさんの死に具合より圧倒的に余裕がありますからね。ピエタンさんが現状農民が3しかいないという5ですか。やはりちょっと厳しい内政状況に陥っているというところは間違いないですね。さあライムさんが、マングでさあこのままプッシュできるか。さあ城の位置を見誤ったか。さあ城を建造されていたということはさすがに気づけなかったが、一旦引くしかない、一旦引くしかないというところだ。さあお兄さんが現状帝王インしてますね。さあお兄さんのカウンターの一手はどうだ。さあまだ視界取りをしていないところがやや気になるので、少しちょっと日和気味か。これは、まあ、日和気味といったらあれですけど、少しずつやっぱり視界取りはしていった方が良かったかなというところのような気はしますね。さあ非常に難しい展開だが、遠投の打ち合いというところを仕掛けていけば、まあ、マング射程系ユニットを所持しているライムさんにここは部があると思いたい。部があると思いたい。さあ12時方向農民ですが、これはまあ残念ながら食われてしまう。さあトコトコさん帝王、そしてお兄さん帝王からのどこまで行けるか。さあトコトコさんは騎士ですね。トコトコさんは騎士。さあそして ACCM もそろそろ入ってきそうだ。2対1の展開になってくるとやや怪しい展開になりかねないが、さあここ、早めに
仕掛けていって、この城を破壊できるかどうかで大きく戦局は変わってきそうですね。さあ、お兄さんとトコトコさんの方で ACCM をケアしていけるかというところか。さあ、フィッシュはこれ延々ともう貢ぎの展開か、そしてイエローが内政拡大を急いでる展開ですね。これは、イエローが空路を抜く前にこの駅士やってくるパターンだと、ライムさんにとって非常にきつい展開になってしまいそうですね。そうならないようにうまくサポートしていけるかというところですが、いかがなものか。おっと、こんなところに細かいところでジャングルがあったようですね。さあ、これどうだ。さすがにこれは大丈夫か。これはさすがに鬼にさんが気づいてくれれば問題なさそうな、この農民だが気づけるか。まあ、ちょっと細かいところですね。さあ、大掛かりのところを見ていきましょうか。さあ、城は遠投の血合いでなんとか勝ったライムさんですが、いかんせんイーグルの数が多い、イーグルの数が多い。このまま押し込まれる展開はちょっと厳しい。肉でどうしても出せないところがね、現状ライムさんにとって苦しいところかもしれない。まあ、それだけやっぱこのイーグルに関しては数が出てくると、まあ、マヤなんかは特に強いですからね、肉壁役、物資役としては。コストもこれで肉20の金50で出せるというところは非常に優秀なユニットですからね。これだけでマングの猛攻を止めることができるのであれば安い計算だと思います。さあ、気づいたら農民が死んでいた。ここはもちろんケアしていた。さあ、イエローがフレアを焚いたところ、おそらく石壁をしろというフレアか。さあ、こっちの方ではお兄さんが羽弓、そしてトコトコさんの重騎士、さあ一緒になってプッシュ仕掛けていった。さあ、城を2つここで破壊することができれば、おそらく問題なく ACCM を抑えることができるでしょう。さあ、ここに関しては2対1なので勝利させていきたい。さあ、トコトコさんが重騎士、こっちにもケアしていってくれた。さあ、このままプッシュしていけば勝機は近いと思うが、気になるのはこのイエローの復帰速度というところ、ここだけが気になる。加えて言うと、この ACCM の九時方向の金の量ですね、かなり多いんですよね。まあ、なのでこっち側ももちろん九時方向をきっちりとケアしていかなければいけない。さあ、チーム点差は800点差という感じで、かなりのリードを持っていってはいるものの、まだまだここ油断はできないという展開ですね。さあ、マングがこのままプッシュし続けていければ、さあ、トコトコさんのこの駅士も一緒にやってきた。さあ、頼もしい肉壁がやってきた。これならライムさんのマング台が、まあ、相当に生きてくれることでしょう。ただちょっとやっぱパッと見これ操作がおぼつかなさそうなところを見ると、たとえラグくてもこれ操作の反応が悪そうな感じですかね。ちょっとやっぱり操作に関してはどうやらラグが厳しそう、難しそうな、そんな展開に見えますが、いかがでしょうか。さあ、ピエタンさんがここで、帝王入らずのガレージ戦カウンター仕掛けている。これはかなり素晴らしいですね。もう相手にとって唯一の、まあ、頼みの綱だったところを、まあ、逆にやらせないというところ。おっと、しかし、おっと、気がつかなかった。なんとプールが輸送船からのこれだけの選手小屋を乱立されて、なんとイーグルラッシュ仕掛けられている。さあ、これは大惨事になりかねないぞ。さあ、トコトコさんのこの騎士が、きっちりカバーしていってくれてるんで、これはなんとかなるか。さあ、いや、気をつけた方がいいとは思っていたが、これをやっぱりさらっとやってのけるこのクールの戦闘力の高さ、半端ないですね。いや、この辺のところに関しては、まあ、どうしてもガレー戦が沿岸を支配していたんで、全勝で視界を取ろうにも難しいんですよね。やろうと思ったら全勝を立てつつ、まあ、誰もがやらない網研究、巡回の研究をしなければならないというところですね。肉300、金200のかなり重たいコストですが、あれを研究して全勝さえ立てると、かなり視界がぐっと広がるんで、その辺でカバーすべきだったかといったところだが。さあ、お兄さんの羽弓が単独というところでモンゴルとの対峙をしているようですが、どうだ、この辺は数でカバーができてはいるものの、ちょっとやはり
進軍が遠かったが、ちょっとこれは進軍するまでの距離が遠かった関係で、これはちょっと厳しい展開か。さあ、そう言ってるうちにイエローが今低温インしてしまった。さあ、金と肉量が十分だ。さあ、フィッシュが金と肉に継いでいる状況なので、これで、イエローがこの駅士分回すことになれば、ちょっとこれは良くない展開か。さあ、順位点差が500点差。さあ、トコトコさんはプールの裏小屋を制圧するので一生懸命状態になってきたか。トコトコさん、おにいにさんが今現在このプールの裏小屋に振り回されてしまっているという現状。チーム点差が500点差に縮まってきた。さあ、かなりこれは急がなければいけない展開になってきそうだが、幸いにもこれピエタンさんのところがそこまで被害はなかったか。これは不幸中の幸いか。さあ、なんとかガレー戦の、カラスがかなりヒットしていってくれてるような感じですが、さあ、ライムさんがこのままマンぐらいの数キープできていればというところだが、あー、農民数がちょっとやっぱりかなり少ないか。金の量はかなり多くなってきてるんで、何度かキープできればというところですね。さあ、うまく9時方向、この金の量ね、かなり金がある。これがちょっとやっぱり気になる。早く攻め立てていって相手の金の供給源立つことができれば、まあ勝利だというところですね。まあ幸いにもこちら辺の方のケアに関しては、まあモンゴルだからちょっと難しいかもしれないですが、まあそれでもこの黄色の裏小屋ね、これさえなんとか封じ込めていって倒していければというところなんですがね。さあ、クールの軍隊量、現在のところ歩兵が26というところだが、もう金は尽きている。そろそろこれは収まってほしいかというところだが、さあ、ライムさんのところにはそろそろイエローのこの駅士スタンバってるのがもうすぐやってきそうですね。現状この駅士のアップグレードしてないぞ。あ、しましたね、今しましたね。さあ、タイムリミットあと2分といったところか。あと2分のうちにどこまで詰め寄ることができるか。この城まで破壊できれば理想的ですね。さあ、ライムさん的には相当忙しい操作を求められているが、やっとここら辺クールのところ金が切れたせいか落ち着いてきたが、逆にこっちの方が厳しいか。同じような構図になりかねないぞ。さあ、マヤのお兄さんがモンゴルの ACCM を止めることができるかどうか。さあ、広範囲までカバーされてしまった。一時期はかなりマップの半分以上のところまで押し込んでいたんですからね。そこを押し込めなかったのはやはりクールが裏小屋でやってきたせいだというところを考えれば非常に効果的な攻めだったか。さあ、ラストか。これでラスト詰めることができればというところ。チーム点差が現在700点差。さあ、ピエタンさんの内政も徐々にですけど戻ってきているんでね、なんとかこれで詰め寄りたいですね。まあ、ここで返せるとは思えないというふうに僕も思うんですが、ただやはりこの駅士をきっちりと回されると、このパターンは正直まだまだわからないと僕は踏んでます。まあ、どこまでこう貢ぎのプレーを続けていくかというところもありますけどね。例えばフィッシュがこれで、軍船41出しているというところですが、農民がまあやはり160前後いますからね。イエローの内政をすべてフィッシュが受け持って、イエローがこの駅舎を例えば80とかいうレベルで出してくるとやはりわからないですね。さあ、この当てだ。この当てがちょっと返せそうにないか。これはちょっと止まるしかないか。ライムさんの万ぐらい数に関しては十分あるんだが、それ以上にイエローの数も十分だ。さあ、打ち合いだ。打ち合いになった。この打ち合い制することができるか。プールのイーグルもかなりいるぞ。これは逃げないが、数がちょっと多いぞ。これは引くしかない。これは引くしかない。これがこのエタンの恐ろしさ。これがこのエタンの恐ろしさだ。耐久力という点でマングに勝ってしまう。
まあ、あとはやはりこの後続の生産力というところもそうですね。これは正直言って、まあ、この駅地だから強いというところもそうですけど、プラスアルファやはり不運の馬小屋生産速度が速いという点、徴用もしている点、そして、まあ、馬小屋が近かったという点でやはりこう返せるんですよね。まあ、特にこの辺はアラビアの復帰ゲーなんかではよく見られる光景なんですけど、あと一歩のところで押し込めないというところに関してはこういうところは計算されて、まあ、イエローなんかはやってきたんでしょうね。非常に素晴らしい VNS 側の返しが炸裂してしまった。さあ逆側の方に関しては波状透析機がついに出てきてしまったか。逆にトコトコさんの方でこの駅士があまりいい感じで貯めることができていないか。さあチーム点差が気がついたら1000点差、逆転されてしまっている。さあこれはかなりちょっと厳しい展開になってきたか。さあフィッシュのガレー戦がかなりうざったくなってきそうだぞ。これはまた沿岸気をつけなければ、またこれはやられかねない。さあどうやっていくか。さあピエタンさんの軍船はちょっとこのままだと活躍できそうにない。さあこのトコトコさんの城を軸に港を乱立していって、なんとか一旦海取り返しに行くべきかなというふうには思います。さあこっちはどうやら羽とこの絵で耐えるしかないという展開に見えますね。さあ攻撃はこれから始めようかというところの流れか。ちょっと攻撃スタートが遅かったようにも見えるが、これはどうしてもクールの裏小屋ラッシュがあったという関係でちょっと厳しいか。イエローのこの位置が完全に整ってしまった。ここから先ライムさん一人で突っ込むにはちょっと厳しい展開になってきそうだ。さあ全員の攻撃の数確認しましょう。ライムさんが未だ0、フィッシュが21、イエローが33、 ACCM が未だ0、ピエタンさん13、トコトコさん7、おにぎさん0、クールが0ということを考えれば、攻撃量全体でいうと60対20ぐらいで VNS 側が今攻撃をかなり回しているというような展開ですね。攻撃量だけを考えるとここから先、まあ、消耗戦の打ち合いになってくると、これはちょっと分が悪いように見える。相手のコノエは止まらないけど、こっちのマングは徐々に徐々にですけど消耗させられていく、そんな展開に見える。とにかく目の前、あと目の前のところでプッシュができなかったというところがね、これがとにかく厳しい。さあそして波状透析の援軍まで来てしまった。もう単独でライムさんが組み込むのはほぼ不可能に近いと見ていいでしょう。逆にこっちの方 ACCM が単独で富士方向押し込んでいくか。さあ若干のイエローのこの駅士の援軍も来ているが、ここの辺のイエローの視界の広さ光っている。さあ気がつけば2対2の構図になってきたか。こっちの60方向波状透析機がとにかく厳しいか。さあチーム点差が1700点差まで広がってきた。さあ軍船のところのプレッシャーがかなりきつくなってくるが、これは、第2の問題が発生しますね。木が全くない状況というところが展開されそうな気がします。現状トコトコさんの陣地サイドのところ木がもうほとんどないんですね。木がほとんどないんで内政が相当細くなっている。さあピエタンさんが多分これ軍船でカウンターを出そうにも多分木がないんでしょうね。これはちょっと内政展開をもっと広げなければ木の供給が止まって厳しくなってくるか。これはちょっと厳しいか。ラインさんのところも返されてしまった。 あと一息だったというところか。さあライムさんの波状透析がなんとか援護に来てくれてますね。援護に来てくれていて、なんとか両サイドキープはかろうしてできているかという流れですが、どうだチーム点差に関しては
ピエタンさんの分がちょっと足らない、それで押されてしまっている状況か。うん、ちょっと厳しい展開ですかね。ピエタンさんが現状、あれ、これだけ資源を保持してどうしたな。今帝王氏ですね、多分今資源を貢がれたんでしょうね。ちょうどこのタイミングで資源を貢がれたというところでしたね。さあ円筒の打ち合い、投石の打ち合いになってきそうだが、ここの流れでうまく返せるか。さあ攻撃の量を考えるとやはりちょいちょい厳しくなってくる。さあライン3の陣地のところに関しては第2波も突破されてしまっていたか。あー、やはりこれイエローのこの位置の構え方がうまかったですね。こういう未来がやはり見えていて、復帰に、まあ、全てを託していたというところ、まあ、あったとは思うんですけど、それにしてもうまい具合にヒットしてしまった感が否めないですね。さあ何度かかろうじてのところでカウンター仕掛ける。おっと、トコトコさんがここでちょっとこの位置引いてしまっているのがちょっと怪しいが、どうだ、一気に突っ込んでほしい。これはちょっと円筒が割られてしまうのがもったいないか。さあこの位置の数は十分だ。トコトコさんのこの位置がさあ突っ込んでいく。ただちょっと動きを見るとラグそうですね。ここでもちょっとラグが気になっていくような展開でしょうか。さあトコトコさんのこの位置がきっちり当たっていって、ギリギリのところなんとか踏みとどまれるか。ここはなんとか返しましたね。ここはなんとか返した。だがしかしこっちがきつい。ライムさんのところマングの数を自前で補充することが難しい。ライムさんが農民現在90しかいないということを考えると、あ、このまま消耗戦を仕掛けられるとライムさんがマングをキープできるというのがちょっと厳しいか。あっと、イエローのこの絵が容赦なく襲いかかる。イエローのこの位置現在62、攻撃に関しても42ですからね。彼がおそらく一番金を保有できてこの絵を回しているというような現状になっていますね。これはちょっと厳しい展開か。あー、これはどうしたものか。さあ沿岸のところはきっちりフィッシュがケアしていますね。うーん、もう隙もないような感じになってきてしまった。きっちり陸戦同士のやり合いをさせられてしまっているというような現状か。さあライムさんのところが一人でずっと耐えるような展開で厳しいぞ。あっと、ここで GG が入ってしまった。見通しが立たなくなってしまったか。あーっと、 GG が入ってしまったか。最終的に多分攻撃量で差がついたようには見えますね。ライムさん12のトコトコ、あ、おににさん19、トコトコさん33で、ピエタさん36のこの差でしたね。このままの攻撃量だとちょっとやっぱ続けるのは厳しかったかなという展開ですね。この流れで負けてしまったかというような感じですね。本当にたった一マスでしたね。あの一マスしのげていればなんとかなったといったところか。あとはそうですね、これクールの裏小屋が相当やっぱハマったんですね。でやっぱ裏小屋が結局ハマった理由っていうのも全勝立ったというところありますからね。いや、これはちょっと厳しかったか。まあライムさんもブームというよりは少し騎士やってケアしたというところはあったんですけどね。どうですかね、どっちの方が良かったかと言われると、まあ、結果論だけ言えばブームの方が良かったと思います。なんでかっていうと、イエローのこの石壁は結構早めに完成しましたからね。これもしも、まあ、城が絡めば、初めから城が絡めば城主で一気に押し込んでいける計算あったかもしれないんですけど、まあそれはやってしまうと結局クールに押し切られそうな気がしなくもないんでね。本当にあと一歩でしたね。9時方向取れればよかったなとは思います。悔しい。いっぱいになってしまいました。